はい、皆さんこんにちは。池袋本校から、内谷がお伝えします。行政書士試験直前応援メッセージです。僕の言いたいことは、この時期はこれ、断捨離ね。池袋でこういうこと言う講師多いですよ、断捨離、はい、断捨離知ってる人多いと思いますけども、皆さんは今まで一生懸命ね、腰に手を当てて、問題集を持って頑張るぞと勉強してきましたね。ニコニコです。で、何を断ち切るのか、この時期、これなんかどっかで見ましたね、憲法でね、人権保障で侵害を避ける。この時期、いやダメじゃねえかとか、ネガティブな情報とか周りの雑音を跳ね返していくね、それを断ち切るんです。それから新しい問題とか買ってきてやりましょうとかしなくていいですから、新作とかを入れようとか、こういうのも断ち切っていきましょう、ただし酒立ったりとかタバコ立ったりしないでくださいね。いつもの自分のペースでやってください。じゃあ捨てるのは何捨てんだろうって言いましたらね、こういっぱい解いた問題あると思いますよ。で、この中でね、自分がもう当たっちゃった問題、やりきっちゃった問題、これはどんどん卒業させていってくださいね、はい。で、最終的に手元に残して集中するものは何かって言ったらば、間違った問題で、まだ丸になってない問題で、最後の最後まで心配になればなるほど、その間違った問題って、この問題集を手放さないこと、ね、問題集は必ず最後まで手放さないで、一問一問、毎日最初の一問を大事にしながら解いていくっていうこと、これに集中してやっていきましょう。そうすると、こういうものとか不安感とか、それから解き放たれた、あなたは何者にもとらわれていない離れた自分で、本来の自分を発揮することができる、はい、そこで本試験の日何するかって言われれば、これですね、解放するんです。いいですか、解放ですかね。問題集解きっぱなしじゃないですよ、解放するんですよ。あなたの本来の自分の力を解き放ってくると、これで合格してほしいなっていうふうに思ってます。なので、もう残りね、数週間かもしれないし、あと残り1日とかで見てるかもしれないけど、ぜひあなたの本来の持てる才能を発揮して、吉報をお待ちしてます。あなたの才能を解き放って合格をつかみましょう。はい、以上、内谷でした。頑張ろう。